Ladies and gentlemen, please welcome Masamichi Kogai, President and CEO of Mazda Motor Corporation. Mazda 株式会社代表取締役社長兼 CEO 小賀正道。皆様、本日は朝早くからマツダプレスカンファレンスにお越しいただき誠にありがとうございます。私たちの今年のショーテーマはマツダは走る喜びの未来を切り開く。マツダはいつの時代も変わらず、さまざまな課題に挑戦しながら走る喜びを追求した車作りを行ってまいりました。このような車に対する情熱、挑戦心を持って、これからもマツダらしい走る喜びをお客様にお届けしていきたいという思いを今回のテーマに込めました。2012年に導入した新世代 SUV マツダ CX-5 以降、マツダはスカイアクティブ技術と駆動デザインを搭載した新世代商品を導入することにより、新しいマツダブランドの構築に取り組んでまいりました。本日このマツダスタンドには、前回の東京モーターショーで行い発表したマツダ3アクセラと、それ以降に導入したマツダ2デミオ、 CX3、 MX5 ロードスターなど合計6車種の新世代商品を展示しております。いずれの車もそのデザインや走行性能が高く評価され、数多くの AR 賞を受賞、マツダのビジネス成長及びブランド向上に大きく貢献しています。これら既存モデルに加え、今回2台のコンセプトカーをご紹介いたします。1台目は先日フランクフルトショーで初公開したマツダコエルです。このコンセプトモデルはグローバルに成長を続けるクロスオーバー SUV 市場におけるマツダの新たな提案です。新規顧客の開拓やさらなる台数成長を目指し、既存の概念枠組みを超えて挑戦していく、それが名前の由来です。私たちの提案に対する皆様のご意見をお聞きしたいと思っております。そしてもう1台、マツダのビジョンを象徴するコンセプトモデルを世界初公開いたします。私たちは規模は小さいながら、キラリと輝く車を作り、お客様に走る喜びと優れた安全・環境性能をお届けすることをビジョンに掲げてまいりました。車は単なる移動手段としてでなく、物を運ぶ機能を超えて、車の本質である走ることの楽しさを求め、お客様に豊かなカーライフをお届けする、そういったことが可能な自動車会社であれば存在する意味があり、自動車業界の発展に貢献することができる、そのような役割を果たすべく、50年前ロータリーエンジンに挑戦し、実用化量産に成功いたしました。その後紆余曲折の苦難もあり、現在はロータリー車の量産を行っておりませんが、もう一度世の中に受け入れていただける日が来る、私たちの描いた将来の夢を形にしたものが今日ご披露するロータリースポーツコンセプト、アーベックスビジョンです。デザインにおきましては、マツダスポーツカーデザインの歴史を凝縮した私たちが考える FR スポーツカーの究極とも言うべきスタイリングに挑戦いたしました。搭載するパワートレインは次世代ロータリーエンジンのスカイアクティブ R です。ロータリーの動力性能、環境性能を大きく高めるために、スカイアクティブと同じ志でのブレイクスルーを生かし命名いたしました。
まだまだ技術課題はありますが、飽くなき挑戦の精神で開発を継続してまいります。このような夢を描きながら、マツダは構造改革を進めてまいりました。今後も夢の実現に向けて、より強固なビジネス基盤確立のため、さらに構造改革の質を高め、着実に取り組んでまいります。今日このマツダスタンドで私たちが描いた夢をご覧いただき、皆様と語り合えることを楽しみにしております。今後もマツダはお客様と深い絆を結ぶオンリーワンのブランドを目指して挑戦を続けてまいります。マツダの挑戦にご期待ください。ご清聴ありがとうございました。それではアレックスビジョンをご覧ください。